3月24日、イオンシネマ豊川で渡辺一慶さんが主演する映画の試写会が行われました。豊川市出身の俳優、渡辺一慶さんは、今年2月に豊川市の広報大使に就任しました。今回の試写会は、広報大使就任特別企画として開催されたものです。試写会では、はじめに豊川市長の挨拶が行われ、続いて渡辺一慶さんをはじめとした映画関係者が登場しました。映画のタイトルは、慈しみ深き。長野県飯田市を舞台に制作された渡辺さん演じる父とその息子のつながりをテーマにした作品です。今年3月に開催された夕張国際ファンタスティック映画祭では来場者の投票によって決められる観客賞を受賞しました。試写を終えた後の舞台挨拶では撮影秘話やロケの思い出が話されます。主演を務めた渡辺一慶さんをはじめ、監督の大山さん、ダブル主演を務めた遠山さん、キャストの榎本さんが登場し、和やかな雰囲気で行われました。試写会の前に豊川稲荷を参拝したという皆さん、こちらへ来てあることに気づいたそうです。周りの言葉を聞いて、ああ、飯田とほとんど一緒じゃないですかって僕も映画に見ててもそう思うし、考えてみたらね、あの飯田線、豊橋から飯田まででしょ。だからなんかそういう縁は感じるんですよね、この日会場には事前に無料配布された招待券を手に入れたおよそ230人の皆さんが集まりました。試写会後には会場の外で渡辺さんと握手を交わしたり、映画の話をするなどして交流をする姿がありました。とっても素晴らしくて、あのね、笑いあり、感動あり、涙出ちゃう。ありがとうございました。地元で撮影したということで、飯田で撮影したということで、もうチケットを手に入れるのに大変でした。あの池さんの映画だということで来たんですけど、本当にまあ私、孫もいますし子供もいますもんですから、まあ、息子もいますもんですから、結局息子との関係とかいろんな考えさせられして本当に良かったですわ。今日来て本当にいいなと思って、飯田線の終着駅飯田で映画を撮ってきました。言葉は三河弁とほとんど変わりません。面白い映画です。ぜひ見てください。